元巨人ガルシアポストシーズン3割2分7厘括弧52の17、7本、20打点、OPS 1.102。ワールドシリーズ始まってないのにすでにポストシーズンの打点記録21にも王手らしい。元巨人なん。NPB なんて MLB への踏み台だから。巨人にいた時期待してたけどすぐ辞めて亡命したからショックやったわ。元広島のソリアーノと同じで、日本の野球が合わなかった。日本じゃ7打席0安打ってしょぼすぎて草。アストロズボコボコにしてくれてサンキュー。長野には恩を感じてるらしい。巨人にいたイメージが全くと言っていいほどない。安打数0でガルシアなんてどこにでもいるような名前じゃそりゃ何の印象もないやろ。巨人ファンやが覚えてないわ。なおポストシーズン大谷0割0分0厘0打点0ホームランわら。大谷が移籍しなかったらこの成績で終わるとか虚しいな。ワールドシリーズ出てないと一気に評価下がるわ。アルトゥーベもやばかったわ。ポストシーズン最多本塁打は間違いなく更新するやろな。今日勝ってたら余裕で更新してたわな。ちなみに日本人のポストシーズン通算本塁打ランキング1位松井秀喜10本、2位田口2本、3位一郎、井口、松井和夫、岩村1本。腕極太でほんまかっこいい。ジャパニーズドリームかっこ亡命。巨人で7打席無安打のガルシアが覚えている選手は16年途中に巨人に加入。6月にデビューしたが4試合で7打数無安打に終わってシーズン途中に退団した。日本では結果を残せなかったが亡命してメジャーとの契約をつかんだ。日本では悔しい思いが残っているはずだが日本のファンへ向けては本当に感謝していると話し、日本時代に印象に残っている選手については左翼を守っていた長野久義、彼は本当に仲良くしてくれていい男だったと嬉しそうに思い返していた。